さあここからは今日の TCK を振り返ります。第一レースからご覧ください。12頭揃ってスタートしました。若干ばらつきました。前は2番のジェニーグローをしています。これを追って6番のアイスキング、外から9番のホーリーインパクト前に迫っていきました。間から5番のマーゴットリープ、先段4頭固まって、少し間が空きまして12番ヤクライローズ、1コーナーカーブ、内からは当番のショーンヘイティ並んでいって、あとは外から13番ミラキュラスシティ、前は 1,2 コーナー中間です。先手は2番ジェニーグロー、リードは1馬身ほど。2番手が9番のホーリーインパクト、さらに1馬身差、3番手5番マーゴットリープで向こう上面、これに並んでいくのは6番のアイスキング、外から13番ミラキュラスシティ、2馬身3馬身と相手当番ショーンヘイティ、外側12番のヤクライローズ、2馬身後方に1番アルファスコピアス、あとは離れて後方勢8番 MJ ホープ、その内を通って4番のゴールドアバンティ、それから7番ルグランブルー、後ろから2投目しんがり水槽、11番ヤマニンジャベリンです。前は3コーナー、先頭2番ジェニーグロー、これに並んでいくのは9番のホーリーインパクト、1馬身半差、外から13番ミラキュラスシティ、3番手から前に迫っていって3、4コーナー中間、4番手内目に5番のマーゴットリープ、その後方から追い上げるのは12番のヤクライローズ、外目からは8番 MJ ホープ、さらには7番ルグランブルー、4コーナーから直線、前は13番ミラキュラスシティが先頭に変わります。2番手以下ですが内に9番ホーリーインパクト、あとは内目追い込んでくる4番ゴールドアバンティ、外からは8番の MJ ホープ、さらには5番のマーゴットリープ迫ってくる、外から8番の MJ ホープのビュー、さらには並んで5番のマーゴットリープ、2頭が並んで5輪。第一レースを勝ったのは8番 MJ ホープ、鞍上は藤田亮騎手、勝ちタイム1分41秒5でした。枠入り終わってスタートしました。まずは中ほど7番トレンブラン出ていくか、外からは11番春のマリーナ並んでいきます。内から4番リュールドレ、3頭広がって加わって9番のチェリーシンガー、内から接近1番オーシンアズキ、それから2番ワールド中山、3番ヤマニンパンタジア、外からは12番ハオフトロレ、間が空いて後方勢6番アルマザッハーク、並んでいくのは8番ドルチェビータ、内を通って5番スピーディーパイン、後ろから2投目しんがり追走、当番新軍カテリーナ、前は3コーナーカーブに入ります。先頭7番トレンブラン、リード2馬身600の標識を通過、3、4コーナー中間へ、2番手が11番春のマリーナ、前ばらけて3番手4番リュールドレ、その後ろ1番オーシンアズキ、並んで12番ハオプトロレ、その後方に9番のチェリーシンガー、4コーナーカーブから直線、先頭7番トレンブラン、リード2馬身から2馬身半、2番手追って4番リュールドレ、じわじわっと差を詰めてくる、外から追ってくる1番のオーシンアズキ、内を通っては11番春のマリーナも粘っておりますが、先頭7番トレンブラン、2番手に4番リュールドレ、3番手以下、内から2番ワールド中へも追い込んでくる、外は1番オーシンアズキ、先頭7番のトレンブラン突き放している、2番手4番リュールドレ、先頭トレンブラン合輪。第2レースを勝ったのは7番トレンブラン、鞍上は西啓太騎手、勝ちタイム1分11秒9でした。枠内の体勢を確認しています。スタートしました。幾分好スタートは7番ライブフリッパーですが、並んでいく4番のコアベルト、内からは2番ブレイクルージュ、3頭広がって1馬身差、4番手3番エドノビートイン、後方にかけては5番のアーモンドチュイル、外目に6番マオノブリージー、内を通って1番の GT ゴッド、各馬固まってこれから3コーナーカーブを迎えます。先頭4番のコアベルト、わずかにリードを取りました。2番手が7番ライブフリッパー、1馬身半差、外から3番のエドノビートインが3番手、前2頭を追っていって3コーナーカーブ、内側4番手に交代、2番ブレイクルージー600の標識を通過、2馬身から3馬身開いて5番のアーモンドチュイル、並んで6番マオノブリージー、1番 GT ゴッドは後方です。前は4コーナー、外から3番エドノビートインが先頭に変わるか、4コーナーから直線、内は7番ライブフリッパー、さらには4番コアベルト、大きく横に広がった、あとは後方勢ですが2番のブレイクルージュ、その後方に1番 GT ゴッド、さらには5番アーモンドチュイル、前は3番エドノビートイン先頭、2番手4番のコアベルトが内目から3番手以下、外から追い込んでくるのは2番のブレイクルージュ、さらには5番のアーモンドチュイルも足を伸ばしてくる、アーモンドチュイル2番手に上がってくるか、先頭は3番エドノビートイン、ゴールイン。
第3レースを勝ったのはブラックタイド3区の牡馬エドノビートイン、新馬戦を勝利で飾りました。鞍上は矢野貴之騎手、勝ちタイム1分13秒9でした。8頭揃ってスタートしました。若干ばらつきました。好スタートは7番花の黒子ですが、内から並んで5番のルーセントメジャー、ルーセントメジャーの方が前に出ます。離れて3番手2番スマイルナウ、外から並んでいく8番のスーパーキング、この2頭並んで前へと一気に迫っていきます。前4頭固まって、離れて1番のサンダモン、それから4番のエギエネス、外側6番のユーユーカグヤ、遅れました3番リュウキヒナタ、しんがりを追走。前は3コーナー、前は2番のスマイルナウト、8番のスーパーキング、今度はこの2頭が前に出ました。2馬身から3馬身単独の3番手5番ルーセントメジャー、600の標識を通過。 3,4 コーナー中間下がっていく7番花の黒子、内からこれをかわしていく1番サンダモンです。前は4コーナー、前は2番スマイルナウ、わずかに先頭に立って、外は8番スーパーキング、外に持ち出して1番サンダモン、グッド前に迫って4コーナーから直線、内から5番ルーセントメジャー、4頭が広がってあとは離れた。前は2番スマイルナウ、外から1番サンダモンがじりじりと足を伸ばしてくる。馬体を離した追い比べ、3番手は離れて5番ルーセントメジャー200を通過、4番手に交代8番スーパーキング、前は2番のスマイルナウ先頭、2番手が1番のサンダモン、内から2番のスマイルナウ突き放した、2番のスマイルナウです。スマイルナウ新馬勝ち、降臨。第4レースも新馬戦でした。勝ったのはカリフォルニアクローム3区の牡馬スマイルナウ、人気に応えました。鞍上の矢野貴之騎手、第3レースに続いて連勝です。勝ちタイムは1分14秒6でした。14頭揃ってスタートしました。まずまず揃ったスタート。外を押している12番ワールドフォンテン、内から迫って6番カミナースール、並んでいく7番の明日のヒーロー、外からは13番ナイトパトロール固まって向こう正面、5番手内目から5番レジェンドライン続いています。外から並んでいく9番ローレン草薙、さらに並んでいく14番フジジャスティス、1馬身半後ろ8番道のアスカリ、中段には11番の三金マーズ、それから2番のビーチガール、外側当番のカナード、間が空いて後方勢3番ウィナーズソング、並んで4番カシノ弁慶、2馬身差1番のウィンストラテジー、しんがりを追走しています。前は3コーナー、内から6番のカミナースール、わずかに先頭に立って、2番手が12番ワールドフォンテン、600の標識を通過。2頭の後ろ3馬身4馬身間が空いて、3番手が7番アスのヒーロー、並んでくるのは13番ナイトパトロール、前は4コーナーカーブへ、6番のカミナースール、並んで12番ワールドフォンテン、4コーナーから直線、3、4番手7番アスのヒーロー、外からは13番ナイトパトロール、その内から迫ってくる5番レジェンドライン、前は6番のカミナースール粘っています。並んで12番のワールドフォンテン、2頭の後ろ差を詰めてくるのは7番アスのヒーロー、200を通過。その後ろ後方からぐんぐん追い込んでくる11番の三金マーズ、前は粘って6番のカミナースール、外は12番ワールドフォンテン、追い込んでくる11番の三金マーズ、三金マーズが前に迫ってくる、最後は並んで5輪。第5レースを勝ったのは6番カミノアスール、デビュー8戦目での初勝利です。鞍上は新原修馬騎手、勝ちタイム1分28秒5でした。枠入り完了。スタートしました。ばらついたスタート。1番ジョーアラモードは後方から、11番カステルデルモンテもダッシュがつきません。前は6番チハヤブルラン、これが抜けていってリード1馬身半、外から追っていく当番ノンファンジブル、さらには8番サウンドミライ、2頭が前に迫っていきます。2馬身差内目に4番大勢エルフィン、外側並んでいくのは9番レフターローンと13番ショーサンレックス、中段には7番カットビホッキマンが行って、内を通る2番のポグディコス、外から12番ユーユープレゼンスで3コーナーカーブ、あとは後方勢3番ドンナドンナ、外側5番のヘルスケア、それから11番カステルデルモンテ、しんがり1番ジョーアラモード、前は3、4コーナー中間、先頭6番チハヤブルラン、リード1馬身、外から迫って当番ノンファンジブル、2番手に上がって前を追ってくる、さらには8番サウンドミライ、内目に4番大勢エルフィン、4コーナーカーブから直線、その後ろから9番レフトアローン、追い込む13番ショーサンレックス、前は内から4番大勢エルフィンか、並んで6番チャイアブルラン、
2頭がやや抜けて200の標識を通過。3番手から当番のノンファンジブルは足を伸ばしてくる。4番手以下迫ってこようというのは7番カットビホッキマンです。前は粘って6番チャヤブルラン、内4番大勢エリフィン、大勢エリフィン、チャヤブルラン並んで五輪。6レースを勝ったのは6番チハヤブルラン、デビュー12戦目での初勝利です。鞍上は谷内貫太騎手、勝ちタイム1分14秒1でした。ゲートに入って枠入り完了、スタートしました。広がっていますが、内の方1番下ベッド、3番ラストストーリー、大外からは12番のファサード上がっていきます。ファサード1番外から先頭に立って内にコースを取りました。2番手3番手下ベッドラストストーリー、その後ろに9番ウバリ、10番ノッテロコード、内にコースを取ったのは6番のクラッチシュート、1コーナーから2コーナーへ、その後ろに7番ゲームボール、8番のフレームジョーカー続いていきます。1、2コーナー中間を通過、先頭は12番のファサード、1馬身リードを取りました。2番手3番ラストストーリー、その後ろに1番下ベット、10番ノッテロコード並んで向こう上面、5番手集団固まりました。9番ウバリ、内から6番のクラッチシュート、外は8番のフレームジョーカー、ウバリ3番手4番手の中を通ってポジションを上げていきます。あとは中段外5番シルビーの間を通って7番ゲームボール、開いて後方4番のシエルバ、11番コスモコンクエスト、2番のバルヨソータ最後方です。馬群が固まってきて3コーナーへ、先頭12番のファサード、差が詰まって体半分、外3番ラストストーリー、2番手3番手に上がっている5番のシルビーの前2頭を追っていけるか、4脚を切りました。4番手は3馬身4馬身離れて1番のシタベット、外からは10番ノッテロコード、さらには追い上げてくる8番フレームジョーカー、直線に向きました。前2頭が後ろを離しにかかれ、12番ファサード、3番ラストストーリー、競り合って200を通過、3番手1馬身半差追っている5番のシルビーノ、4番手は開いて8番フレームジョーカー、あと 100m、 先頭変わって3番ラストストーリー抜け出した、2番手ファサード、差を詰めるシルビーノ、2番手争い、先頭ラストストーリー、ゴール。7レースを勝ったのは3番ラストストーリー。鞍上の藤田遼騎手は今日2勝目、勝ちタイム1分40秒7でした。枠入り完了、スタートしました。ほぼ揃った飛び出しから真ん中出ていく5番ロアリングルックス、外は10番のステイカレッジ、2頭の間から押して押して7番のシフノス、シフノス先頭に立って向こう上面、前3頭の後ろに12番竜のタイガー、4番手直後追走が6番のチュイション、11番のグランツシチー、馬群に間が空いて9番サブノユーゼン、外8番のリコーステア、あとはバラケ加減で1番ディーノエナジー、3番のマウントポジション、並んで前に出ていく4番エイジェンドリーム、シンガニは2番のオペラです。前から後ろまで12、3馬身、展開は縦に広がりました。3コーナーカーブに向かいます。先頭は7番のシフノス、600を切りました。リードが1馬身ぐらい、差を詰めて迫ってきた5番のロアリングルックス、3コーナーから4コーナー、10番ステイカレッジ少し後退加減で、代わって3番手上がってくるのが内から6番のチュイソンです。さらには内を通って11番のグランツシチー、直線に向きました。前2頭の争いから今度は5番のロアリングルックス、内は7番のシフノス、2頭並んだ体勢、5番のロアリングルックスわずかに前、200を切りました。3番手開いて後方から追い込んできた2番のオペラ、並んで差を詰める8番リコーステア、前2頭差が詰まる、ロアリングルックス、シフノス、一気に伸びる2番のオペラ、オペラが一気に捉えた、2番手は7番のシフノス、先頭オペラ、ゴリ。8レースを勝ったのは2番オペラ、鞍上は川島翔太郎騎手、勝ちタイム1分26秒7でした。枠入り完了、スタートしました。ほぼ揃った飛び出し、外から押して9番ルックスソーリス飛び出していきます。先行体制5番ファイエル、7番サンドエンプレス、2番手3番手サンドエンプレス、単独2番手に上がっていきます。3番手の外に8番のフォルツァが接近です。あとは2馬身ぐらい離れて中段、1番のバンルーチェ、2番ウンゲンリヒカイ、外は6番サッキールビアの、後ろから2頭目3番リレーションハート、しんがり4番のスカテナートです。3コーナーカーブに入っていきます。
先頭9番ルックスソーリス飛ばします。リード3馬身で600通過。7番のサンドエンプレス2番手、前との差じわっと詰めていきます。3番手は5番のファイエル、それから8番のフォルツァ、追い上げてくる1番バンルージ、2番ウンエンリヒカイ。4コーナーカーブから直線、一気に7番のサンドエンプレス先頭に変わりました。9番ルックスオーリス2番手踏ん張っていますが後続迫ってくる。5番ファイエル、8番のフォルツァ、さらには外へ出して2番ウンエンリヒカイ、200を通過。先頭7番サンドエンプレス、2番手に上がった8番フォルツァが前に迫ってくる。その後ろ4番のスカテナートが追い込んできた。その人は2番ウンエンリヒカイ、先頭変わって8番フォルツァ、2番手が最後接戦、先頭フォルツァゴリ。9レースを勝ったのは8番フォルツァ、鞍上は森田騎手、勝ちタイム1分12秒7でした。最後にゲートに入って枠入り完了、スタートしました。好スタートは5番マルカンブロンドでしたが、外からすっと制して9番のグラップザトップ、グラップザトップ先頭に立ちましたが、その内から5番マルカンブロンド並びかけていきます。11番ラインストリーム3番手、前を見ながら4番手4番のグロリアスセプター、1コーナーカーブに入ります。10番クイーンカトリーヌが5番手、その後ろ3番の岩国、並んで8番のシーロフェイス、開いて中段後ろ7番のスイングステートです。向こう上面に出ていきます。前は内から5番のマルカンブロンド、外9番グラップザトップに並んで2頭並走向こう上面です。直後3番手11番ラインストリーム、内わずかに遅れて4番グロリアスセフター、その後ろ10番クイーンカトリーヌ、外から7番のスイングステート上がっていきました。3番手集団に接近です。3番岩国その後ろ、あとは8番のシエロフェイス、間が空いて2番ディバインゲート、内6番のスミソニアン、最後方離れて1番のミリミリです。前から後ろまで12、3馬身展開、縦に広がって3コーナーのカーブ、内から単独トップに出ました5番のマルカンブロンド、先頭残り600通過。2番手9番グラップザトップの内から4番のグロリアスセプター上がっていった。グロリアスセプター2番手に上がって先頭を追います。3番手押し上げてくる7番のスイングステート、その後ろからは内を通る11番ラインストリーム、外10番クイーンカトリーヌ直線に向きました。先頭5番のマルカンブロンド、2番手から4番のグロリアスセプター前を追っている。3番手開いて7番のスイングステート、その外からは10番のクイーンカトリーヌ200を通過。先頭5番のマルカンブロンド突き放した、リードが3馬身。2番手4番グロリアスセプター、その後ろ後方から6番のスミソニアンが追い込んでくる。スミソニアン3番手に上がって2番手に接近、先頭マルカンブロンド降臨。10レースを勝ったのは5番マルカンブロンド、人気に応えました。鞍上は笹川翼騎手、勝ちタイム1分53秒9でした。9頭枠入り完了、スタートしました。遅れたのは5番のマンガン、あとは1番の杉のマジェスティも後ろからになりそうです。3番のレッドソルダード先頭に立ちました。並んでくる6番の名称技師、2頭の後ろ広がった体勢ですが、2番のコバルトウィング、この圏内8枠2頭外側、フレッチャビアンカ、コスモポポラリタが続いていきます。前5頭固まってスタンド前直線に出てきました。1周目4番トーセンブルが中段、それから7番のサトロディード、後方は1番の杉のマジェスティ、離れまして5番のマンガン最後方です。前の方固まっています。3番のレッドソルダードが先頭、ペースを握っています。6番名称技師2番手、その後ろ2番のコバルトウィング、9番コスモポポラリタ、3番手4番手この4頭固まって、その後ろの圏内に8番フレッチャビアンカ、内は4番のトーセンブル並んで1コーナーカーブに入ります。後ろ3頭ばらけ加減で7番のサトノディード、1番杉のマジェスティ、少し前の集団に迫ってきました5番のマンガン、依然最後方。9頭固まった馬群2コーナーのカーブ、先頭3番のレッドソルダード変わりません、体半分のリード。2番手6番燃焼技師、外に迫って9番コスモポポラリタ、前3頭が広がってきました。直後4番手前を見ながら2番のコバルトウィング、それから8番のフレッチャビアンカ、
2馬身ぐらい離れて4番トーセンブル、並んでくる7番の里のリード、後ろから2頭目に上がりました5番のマンガン、離れて1番の杉のマジェスティ最後方です。残り800を切ってこれから3コーナーのカーブ、先頭3番レッドソルダード、リードがここで1馬身少し広がりました。2番手6番名称技師、外9番コスモポポラリタ、内から2番のコバルトウィング、2番手集団3頭広がっています。 3,4 コーナー中間を通過、その後ろからは8番のフレッチャビアンカ、あとは後続広がって迫ってくる。4コーナーカーブから直線、逃げる3番レッドソルダード、2番手上がってきた2番のコバルトウィング前に迫る。3番手は少し開いて9番コスモポポラリタ、その後ろからは8番フレッチャビアンカ、大外5番のマンガン200を通過、今度は先頭2番のコバルトウィングに変わった。2番手3番レッドソルダードに8枠2とコスモポポラリタ、フレッチャビアンカ、さらには大外から5番マンガン、コバルトウィングにも迫ってくる。マンガンコバルトウィング並んで、これ今日のメインレースは東京記念トライアル、勝ったのは5番のマンガン、鞍上は山崎誠司騎手、2着は2番コバルトウィング、この2頭に東京記念への優先出走権が与えられました。勝ちタイム2分36秒3でした。枠入り完了、スタートしました。11番フォルトゥーレ、わずかに好スタートでしたが、内から1番サブノキ講師、2番カリスマさん光る出ていきます。3番手4番共和セイバー、それから6番の BI フェリペ、5番手に5番のゴールデンチョイス、その後ろ9番ラヤス、並んで11番フォルトゥーレ、中段外になりました。直後から迫って10番のフォラステロ、あとは後方3番ナックファルコン、後ろは並んで7番ロードアブソルート、8番ハローキャンディ、11頭固まった馬群、6馬身7馬身の圏内で3コーナーカーブです。先頭に立ったのは2番カリスマさん光る、3,4 コーナー中間に向かいます。外から4番共和セイバー、6番 BI フェリペが迫ってくる。3頭広がった後ろ、1番サブノキ講師、外からは10番のホラステロ、間を通って5番ゴールデンチョイス直線に向きました。逃げる2番のカリスマさん光れ、外から捉えに行く6番の BI フェリペ、2頭の間4番共和セイバー、3番手内をつく1番サブノキ講師、200を切った。一気に6番 DI フェリペ先頭に立つか、内はこらえて2番のカリスマさん光る盛り返す。3番手インコース、1番のサブノキ講師、もう一伸び2番カリファスさん光る先頭、2番手争い DI フェリペ、サブノキ講師接戦でゴール。最終レースを勝ったのは2番カリスマさん光る、これで連勝です。鞍上は横川レオ騎手、勝ちタイム1分12秒3でした。ここまで今日の TCK を振り返りました。